はい、ママちゃんがたくさんの野菜を持ってうちに来ました。グレイちゃんここにいますよ。ねえ、来たね。お野菜のお母さん来たね。ねえ、分かってる。あ、ラテちゃんが出てきてるよ。ママが来たら。カメラだね、これは。ほら、みんな出てきてる。ねえ、ママのこと覚えてるね、みんなね。たまに来るもんね。いや、モルモットって意外と人の顔とか声とか覚えてるんですよ。嬉しい。なでちゃんこんな前に来ないよ。ほら、めっちゃ前に来てる。一番前に来てるよ。珍しい。もうでもこのペットシーツの上からはあんま出たくないんだよね。結構動くよ。あ、それ服が黒いから毛まみれになると思う。初めてモルモット飼った時思い出すよね。こうちゃんもすごいビビりだったもんね。ここの姉ちゃんね、ちゃんと育ててくれるから幸せだよ、ね、それなりのことはするよね。うん、ほんとかわいいね。かわいいでしょ。ロシアンスモークっていう種類なんだって。欲しいな。欲しい。嘘。帰る。大丈夫、帰る。ここに来る。そうだね、ここに来た方が楽じゃないかな。好きな時に触って、好きな時に野菜あげて。うん、ミルちゃん欲しいって言ってたもんね。ミルちゃんが好きなんだよね、ママは。そう、うん、なんでミルちゃんが好きなの。わかんない。嘘。ポツンといるから。ポツン。あれ、見た。動いていいよ。ここにいて、うん、やっぱり一緒にすると争うかな。いや、まだ一緒にしてない。うん、さすがに怖いよね。うん、あんまりまだ怖い思いさせたくないかな。この子ね、結構目が大きい気がするんだよね、他の子より。戻るって。戻る、はい。 あの急に飛び出るから。うん、大丈夫大丈夫、慣れてる、うん、急に野生を取り戻すから、ケージが近くなると。はい、あー、うまい、上手、さすが。こっちはママ、それ締め方が、じゃあこっち、ここをこうやって、あ、そのパチンって音にびっくりする。そう、すごい綺麗だね。いいよね、このケージ。2万2000円した。高いよね。ペットショップで置いてあるやつ。すごい観察しやすくてメッシュになってて、そう、ビップ待遇の。全部買い替えようかな。あ、ビップに。そう、ビップに。なんで新人だけビップなんて。そう、こっちが、なんでなんでってほら言ってる。それね、チャームさんにもらったの。これ手作りなんだって。入れるの？ここ。うん、入ってコロコロしてる。すごい。よかったね。あれ、こんなの。そう、こんなのも買ったんだけど、誰一人使ってない。使った形跡ないでしょ。おやっちゃいよ。はいはい、来てください。こっち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 。踏まないでね。こっちこっち。はい。
ください。はい、一人勘違いしてます。はい、こっちほらチビチビじゃないね、それだいぶでかいねふれあい広場。ラティちゃんどうしたの？来ないよ。うん、もうめんどくさいって感じ。持ってこいって。持ってこいって。持ってこいってか。食べた。食べたね。食べたいや、めんどくさい。持ってきてほしい。女王様。そう、女王様。よかったね、いっぱい食べれてね。これあっという間食べたね、このちっちゃいの。そうだね。これいくらだったの？39円。安っ。ああ。割れる。コロンコロンしてる、コロンコロン。ここに手のっけるとか、うん。そう。リンタンお待たせしました。はい。キリタンポ。キリタンポ。元気？元気。揚げ方が入り口じゃないんだあ、新人には揚げないんです。さっきちょっと上、そうできた。これも上、それはやんない、うん、グリちゃん、グリちゃんどうぞ。あ、ぷいってしてる。はい、ちょい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 。まだね、手からは受け取らないかもしれない。可愛い顔して。あ、食べたじゃん。食べたよ。あ、捨てた。捨てた。ほら、ほらほら、美味しいよ。まだ野菜の良さ知らないんだよ。あ、足りてるの、お腹いっぱいなんだね。うん、どうする、もうちょっと入れとく。いいよ、こんなもんで。ちゃんと閉まった？オッケー。あ、来てる来てる来てる。よっぽど欲しかったんで。またカエルが鳴いてる。ママに求愛してるわ。ちょっとパプリカ切ってくる。おお。パプリカもらえるって。よかったね。これは手でちぎりました。あ、手でちぎったんだ。種は取りました。あ、さすがだね、はい、なんで種ダメなんですか？紅茶さんがダメって言った毒があるんで、微妙に毒あるんで、あげちゃいけません。なんで？おやちゃい、おじいちゃん来て。おやちゃい、最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。